ガマダイラ、影操りの術か。おう、術のキレも良くなったが、死んだとは思っていた。外の天使様、今度は天使か。ということはコナン、少し離れている。はい、ペイントそんな姿を気取って、ご利益はあったのか。神から。油でくっついてばらけ。他の二人はナガトと、やはりのペインとはあいつらのうちのどちらかじゃ。お前たちが暁でなければの、死んだと聞いていた。通りにしておけば、そう思っているのね。見てきたけど、むごいものよ。いっそのことここで殺してやるのは。私たちは彼の思想のもと動き出した。お前たちは話だけじゃ。わしはお前たちに乱世を挨拶もそこそこにわしに向かってくるとは。悲しすぎるの。そうで名を売ったが、その後死んだと聞いた。せなのか。暁のやってることは間違っとる。それの目、あの形状、あの波紋模様、死んじゃったか。長門、正しい成長はしてないようだの。変わったな、長門。打ち寄せ。コナン、お前は下がっている。獅子神の術。ヤシコはどうした。ああ、お前。僕はただ二人を守りたい。一体何があった。昔のお前は。な、それらの痛みが俺を成長させた。どういうか。言うことも考えることも人のそれになる。だからといって人でしかない。だが俺は無限に続く痛みの中で神へとな。神となれば、俺の言うことがわからないのは仕方がない。そこまでずれ。そして神だからこそ、人にはできないことができることに気づく。この戦いだらけのくだらない世の中に終止符。あんたはどうせ死ぬ。だから本当の目的を追うためだ。普通兵器をな。そんなものを作って争いにどう終止する。それを手っ取り早く終わらせるにはどうしたらいい。地雷や戦術兵器を渡せばいいのだ。兵器を持てば争う国一瞬で死に絶える。そして人々は恐怖する。人争いはなくなる。この世界は今まだ安定に無双だったのと同じように、世界が成長し考え、世界の成長のために痛みを教えてやる。それがお前の言うようになったの、長門。冗談、冗談先生。それがお前の口寄せか。あの口寄せの術。ガキにガキ扱いされると三人語りで千人に。妙木山のガマ妖怪、昔と同じでドジだ。こら、ガマケンさんよ。こいつを相手に様子見はない。最初から全力で行くからの。千人モードを使う。だがあの二人を呼ぶまでちっとばかり時間がかかる。その間やなりにやってみよう。消えおったか。結界戦術でやるしかないの。足を踏み入れたら感知するタイプの結界忍術。なるほど。結界を見て攻撃力の。そうじゃねえか。いやいや、自分は不器用なもんで。
丈夫か。自分不器用なもんで。こいつら縛られたお暗号か。とにかく一旦待て。これじゃキリがないの。頑張ってはいい。ワンパターン目が。くぅ、玉剣さん。ガマケンさんが動けない。しかしよくもこんだけ増えたものよ。ひとまず逃げたか。逃げとりゃせん。そう、それだけじゃない。同時に口寄せ。ダメか。ガマケンさん。やったい。よくもまあつわけにはいかんのだが、消えた。すまんの、遅くなった。さん、術者を攻撃しようにも消えてしまっては手が出せん。ガマケンさんはよくわからんですが、すべてマスターしたどころか、一人では本来ありえぬチャクラの性質変、主流忍術すべてに成功。なのになぜ自分が戦うまでもないということか。くっ、わかった、すまぬ。モテんようになる。何せ相手がリンネガンだして。肩もなかろうが。イライヤちゃん、お二人に比べたらまだまだペペですんでの。そう、いや、先生自身に変化が起きている。どこにおるんなら。その軸道の目は欲しいしております。だとするとカメレオン類のやつらじゃの。一応に引きずり出しちゃう。母ちゃん、今日あんまり力入れない。でもで、なんで昭和のやつとジラヤちゃんがやり合わない。そんなやつがおったとは聞いとらんぞ。ほんならそい。お呼びで。お前の夢を見られたんじゃ。お前も知ったの通り、これはわしの夢ではエロいだけのお主もいずれ立派な忍び。弟子は将来忍びの世に大きな変革をもたらす。忍びにもたらすか破滅をもたらすか、
そのどちらかの変でお前が戦う。どうやら正しい方向には成長しなかったんでました。どちらにしろ正しくなけりゃ殺さない。えっ、早い。あれがリンネガンか。確かに伝説に聞く。嫌な目じゃ。この子があの予言の子だとはの。時が来るじゃろう。選択？そのガマ仙人よ。まさしくこれが選択。お前は破滅をもたらすものだった。